行きます。どっちだこれ。あ、こっち合ってる？じゃあ俺とりあえずハッちゃん特攻するわ。大統領ですから、大統領命令、大統領命令で。来い。なんか引いてもわ、なんか引いた、なんか引いた、なんか引いた。大統領、大統領引いたって言ってる人ね。何大統領引いたって。どうやって、どうやってハッちゃん殺そうかな。何人か。どうやってハッちゃん殺そうかな。プレジデントなのハッちゃんさん。プレジデント、プレジデント違くない。ハッちゃんは僕が殺すんで、ちょっとやめてください。なんで、はい、オーケーです。暗殺、暗殺ですか。よくないですね。獲物です。大統領がいるんですか。大統領、あ、大統領、大統領がいるらしいですよ。なんか COE ですか。僕大統領です、はいはい、役職大統領でした。それ何ができるんですか、大統領だと。ですね、太鼓いますか。あのオリンピック観戦、太鼓いますか。ゴーゴー。ねえ、ねえ、竹尾さん、あれだな、しょぼすけさん通る。竹尾さん、今はっちゃん弁当が出てこなかった、大丈夫。今なんか弁当が出てきて見えませんでした、はっちゃん。分かんない。でもここら辺にそもそもいたと思うんだけど、大丈夫。なんか俺今は竹尾さん今見ました。はっちゃんこうこ、はっちゃんこう来なかった今。僕探偵です。あ、マジで。あ、じゃあマジですよ。マジですか。じゃあ僕もちょっとこっち来て。あの僕マジで僕シェリフです。何してんすか。あ、僕シェリフです。怖い。ああ、なんだよお前。何言ってんの。俺たち密談してたから来んじゃねえ、ボケナスがよ。え、聞きたい。出てけ。中野さん死んでる。中野って死んでる？ちょ、一緒に行動しましょう。完璧ですよ。じゃあちょっとこっち。いたー。見つけた見つけた見つけた。のちさんの下金庫室、あ、金庫、間違えた。貨物の金庫の前です。で、死んでるのが30秒ぐらい前で、停電中にラウンジすれ違ってる中野ちさんと、でその後真横さんとすれ違って、はい、はっちゃんがタオル入れてて。エンジンですしうねさんとすれ違ったところまで覚えてる。俺が中野さんの死を確認して、エレクトリカルメインホール抜けてシャワー行ったら、シャワーで3人ぐらい話してて、でアーカイブとシャワーの間でも2人ぐらい話してたんで、そこをめちゃくちゃ白く見えてるけど。いや俺はっちゃんあるとまゆこの中にいそうな気するんだよな。あ、そうなんだ。トム君ってしうねさんどっから追いかけ回してた。エレキで一回すれ、ふん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 。どこ出る、どこ開く、メイン。待って待って、置かれてる箱置かれてるぞ。来たじゃないですか、しゅうねさんと。ちょ、箱置かれてる、箱置かれてる。停電グランになった時に置かれてる。押せるんだ。何押せるわ。あのトリックスターの箱置かれてますね。箱置かれてるとこですか。うん、僕あのメインの上、弁当が、上に行く弁当がある部屋に置かれてます。あ、オッケーです。あとどう、あと多分他に2つ置かれてるんで、見つけ次第報告お願いします。ミーティング右を見ればよかった。停電なる直前にタオルタスク入れてたのを真由子さんとしたのを覚えてるんですよ。僕が多分中野内さん見てるの最後なんで、停電する直前、停電したぐらいかなにラウンジのトイレのところバンバン開けてる中野内さんがいたんですよね。で停電中だけど僕はそのままアーカイブまで抜けていった時に真横さんとすれ違っていて、アーカイブ下降りていく時にタオル入れてるはっちゃんを見てます。はい、そのアルツは僕します。あ、じゃあ真横さんだ。じゃあ真横さんだと思う。俺停電開けてすぐぐらいに見て死んでるのを見てるので、でその停電中に見て死んでなくて、ゴミ箱タスクをやろうに行くぐらい、神殿図内のゴミ箱タスクやりに行くぐらいで停電が開けて、でそれ速攻終わらせてもう一回行ったら死んでたんですよ。なんで停電中にすれ違って真横さんが貨物行ってるんだったら、あ、めちゃくちゃ怪しいですね。あの、そこは停電直してるけど見て、そう停電直してるからわかんないんすよ他が。そうか、そうだな。アドミンとか見てた人いたらいいんですけど。あの状況で、シャワー室から中村さんが死んでるって触れ回ってる時にシャワーで3人固まってたのって、しょぼすけさんと誰ですか。竹尾。
手をあると、うん、僕はずっと左にいたんで、もう誰と待ってないですよ。ああ、いや、ミルコさんはね、左にいたのはね、あの、あって、結構合ってると思ってて、僕エンジンでの左ですれ違ってます、アミルコさんと。合ってないっていうのが多分一番の白要素になるんじゃない？あ、多分このターンから、トリックスターの停電始まるんで、トリックスターの停電始まるんで、この次のターンから気をつけてください。ライトオフ始まります。箱置かないとできないんだ。箱置き終わったからね。箱置き終わったらライトオフ。箱置き終わったら停電が入る。能力ライトオフ。釣りたい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 。竹雄さん、竹雄さん。よい。舞妓さん切っていいですか、自分。あ、ちょっと待ってください。どこいますかね。でも一応舞妓さん切るということ。了解です。じゃあ。一緒に行きましょう。そうですね、探しましょう。ここは手堅く。あ、これはどうなんだろう。来るなって言ってねえよ。来ましたよ。そうだ、乗れるかチェックしなきゃ。 あ、乗れました。あ、よかったよかった、戻ってきて。押したよ。はい、戻ってこい。あった、倒すか。アメリコさんになってる。アメリコさんが戻ってきた。アルアメ、あ、めちゃくちゃおる。ナイス。まあ、釣るか釣らないかですよね、舞妓さん。自分目線、舞妓さんから僕白もらってるから、舞妓さんと影丸さんのローラで陣が1は釣れるっていう計算なんですけど、ダメなんですかこれ。あ、舞妓さん目線ってアルトさんとか無理なんだけど、ベント使えばあるじゃない。停電中にハッちゃんを見ているし、うん、アルトさんは、うん、僕白出せます、うん。左のメインホールの停電中だけど白い人とすれ違ってるから、多分あれがしゆねさん。いや、でもアルトハッチャのライン、そう、アルトさんは逆走してたような気がする。私が停電直しに行ってる時になんかうっすら見えたのがですよね、多分。バン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 叩いてる、まあ、バン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 叩いてる中野地さんをと交差して、 その直後すぐに真横さんと交差して、だから、あの、で影丸さんの心電図が嘘だったら全然アルトさんもあるかもしれないけど、そのもっと前に死んでたみたいな。あ、そうね。そうだからやっぱりここ2人ローラーするしかないような気がします。俺、あ、もう役職ないのでローラー、うん、役職ないからローラー飲めます。6人三人外の可能性あるからめっちゃ怖いんだよな。うーん、怖いっすよね。ローラーでもいいけど、スキップするなら俺はスキップ。僕スキップ判定ですけどね。僕も勝てますよね。もう1キルぐらい様子見てもいい。あー、直してるのかな。耳こ、やります。左おかしいや。左っす、左っす。これあ、なくなった。あ、こっちこっちこっち。アドミン見ますか。アドミン、え、まゆこさん的に誰だと思います。え、どうなんだろう。私視点いきます。おらー、これが、あ、ライトオフや。ナイス。真横さんが死ぬのか。うおな、もしかしてシェリフ。あ、違う違う違う。いいよ、ショボさんどうぞ。まあ、僕がシェリフなんですよね。うん、真横さんを殺したんですわ。で、10人の段階、全員生存の段階で竹尾さんに伝えてます。何が、誰がスキップじゃないですか。はい、そう、ショボさんスキップに入れてるっぽかったよなと思って。僕はスキップに入れて自分で、うん、殺せる、あの、殺せる確証があったんで、僕は。あと3人スキップがいるんですけど、どうなった。あ、影丸スキップです。いけるだろうなと思って。スキップに入れちゃいました。で、まゆこちゃんもスキップだろうから、だから中に影丸が怪しくは見えるかな。まあそうですね。あ、そうなんだ。ちょっとなんかどう判断していいのか。これトリックスター残ってるのかな。しゆねさん目線は僕、影丸が怪しいし、影丸目線は僕、しゆねさんが怪しい。まだ、あ、もう全然、あ、残ってると思うんですよ。若干のキルもありえるけど、ね、まゆこさんのルート的にトリックスターの箱の位置が違うと思うから、トリックスターは確実に残ってると思うんですよ。了解です。左サイド、あ、武器庫の左側に一つ、ここに一個か。そもそも本物じゃないかって話はめちゃくちゃ強いです。ナイスボタンです。一応俺発言落としたくて、真由子さんとローラーを俺がスキップ入れてるから俺怪しく見えると思うんですけど、バイタルの情報出してて大方合ってて、っていうか真由子さんそもそも対抗で、僕最初ローラー飲む気満々だったんですけど、
その後々の議論いろいろ聞いてやめたっていうのだけ覚えてほしくて、じゃあ多分とりあえずしょぼさんが切ってくれてるからとりあえず影区置いていいんじゃないですか。まあ、あと舞妓さんインポスター影丸ジャッカルでジャッカルの自分死にたくないって可能性もあるよ。ああなるほど、あるある。あなるほど、まあ、そこなんか怪しいと思った時でしょぼさんが影くん特攻すればいいんじゃない。うん、そう、それでいいです。じゃあとりあえず分かった、じゃあ俺とりあえずはっちゃん特攻するわ。マジ？あ、いや、ハッちゃんはやめた方がよくて、ハッちゃんって真横影丸のロラを推奨した人物なんで、うん、そう、僕も中根影丸どちらかですよね、俺が撃つならば。大統領ですから、大統領命令、大統領命令で。いや、でもなんか俺、アメネコさんにも見えてて、でいうのも、アメネコさんが影丸中根でヘイト向けるためにその発言をしてる可能性も全然あるなっていう。だから、影丸周年人会時点アメネコ人会も全然あるなっていう僕の視点の見方。あ、本当だ。なりますチームクとないんですよ。手裏剣初めて見た、ね、だから気づかなかった、気づかなかった。しかもそんな見えますか前、大丈夫スキン六股タイプ。ああおおそうそう、ああどこ、どっち前だ、ああ、どっち前だ、ああこっちか、大丈夫、こっちこっちこっち、影響押すなら押してもいいと思うよ。手のなる方、手のなる方、パンパンパン押す、あこっちか、こっちか、どっちだこれ、あこっち合ってる、あいたぽよぽよぽよ、あぶねぽよぽよぽよ、絞れるぜ。あら？どこですか？コックピットから出てきた黒川クロムを発見し、コックピットに入ってったら鬼木がお亡くなりになっていましたので、僕目線はクロムくんですかね。ああ、僕は竹尾さんが生きていて竹尾さんが出ていくのを見ているので、だからアメネコさんがやったか、出ていくのを見ている。え？あ、違う。僕が出て竹尾さんが生きているのを見ていて、僕と左上のコックピットを見てたんですよ。僕とコックピット見ていて、武雄さんを置いて僕は出ていきましたね。なんで、まあ、ベントかアメネコさんか出してもらったらいいんじゃないですかね。あー、待って、ちなみに僕はディテクティブな人います？ただ出てほしい。あー、マッチさんか武雄さんか、アドミン情報を述べるんだ、黒川クロムよ。ね、僕ね、アドミン情報を覚えてねえわ。ね、僕はね、竹尾さんが見ているのを見てて、僕、あ、竹尾さん見てるんすねって言ったから、別に俺左上見てたって言ったけど、僕は見てないっすね。見てたって言ってたのに。だから竹尾さんと見てたっていうのは、まあ言葉のあやで、言葉のあやで、まあ、竹尾さんと見てた場所にいただけなんで、僕は竹尾さんが先にいて、僕は置いてったんで、すでに見てる人物がいたんで、だから僕は出てったって言ったら、かなりクロム君不利だね。クロム君がクルーだったらね。これはちょっと振りすぎてもうかわいそうだけど、じゃあ、他の人に、他の人が絶対にやれない人を言ってもらって、それがいなかったら別に僕とアメリコさんのローラーで大丈夫です。いや、もうショボスケ、ハッちゃん、アルト影まだできない。できない。シウネさんの言うことは私もできなくなる。じゃあ、ショボさんってか、みんなでコックピットに集まる。じゃあ、ショボさんにやってもらう、クロム君。ああ、それでいいんじゃないですか。ああ、なるほど。ああ、ライトオフがあるから、ライトオフがあるから怖いっす。ああ、確かに。いや、トリック下げしてた場合ライトオフで。確かに確かに、その通りだ。まあ、アンパイはローラー。そうね、じゃあローラーで。押してください、誰か押してください、アメネコボタンないんですよ。押したいような、押したわ、俺押したわ。ないんですよ。俺ボタンあるかな。影丸があるはず、影丸が。影丸ボタン押せよ。影丸、あ、てかこれさ、ちょっと待って待って、ごめん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 。ショボないのか、じゃあショボさんか。何？ショボさん、僕切るよ、じゃあ。あ、じゃあ切りますわ、アメネコさん。あ、やめてやめてやめて。いくらかった、危ない危ない。あー、そっか、あー、オッケーオッケーオッケー。ん？状況説明します。宿舎前で影丸、しょぼすけ、アメネコ、アルトは集まりました。でアメネコさんローラーの前にもしょぼすけさんがアメネコさんを切っちゃおうっていうのをアメネコさんが提案しました。でしょぼすけさんが死んだので、はい、でもうその場で急に死んで倒れたので、キルワープも見えてないのでアメネコさん白確定です。はい、 ありがとうございます。大きい、よかった。うわ、これアルトさんも死んでる、これ。
これも死んでんだよな、これ。これそうだよね。え、死んでんの？え？これ死んでるんすよ、これ。残ってるか、インポスターが一人残ってるかですね。アルトさんか。シウネさんに殺されたんすよ。噛み切れされてるやん。とりあえず黒か黒マイコでジャッカルイ、ジャッカルインポスター2のうち2は。で、俺が喋れてないの気づかないかな。残り1。噛み切れされてる。気づくの。やばいやばい。タスク私とあれなんですよね、あのオーバーレイのズレとオーバーレイで左側に少ないっていうので気づけるんですよね、一応。あれ、ボスケさんがタスクすれば勝てる。あ、本当だ、俺だけだ。頑張ります。じゃあちょっとよかった。お願いします。お願いしますか。頑張ってください。ショボさん聞いてますか、タスクをお願いします。あとは任せだ。バケツ生きてるように見えてんだよな、多分あの人たちの視点だと。そうね、トリックスターの停電強いな、これ。4票しかないの気づかないかな。誰もずれてるかもしれない。4票しかないんだよ。やべえ、タスク急がないと。やばいやばい。バナナ、えっと、いいですか。ごめんなさい、なんかアルトさんの死体があって。気づいた。どういうこと。気づきましたね。すげ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 、走る走る俺たち、流れる汗をそのままに、いつかたどり着いたら君に打ち明けられるだろう。うわぁ、見て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 。あっぶねぇ。びっくりした。見えたっぽいな。はいはいはい。はっちゃんをしゅうねさんが切っているのを見ています。いや、切ってないですね。さっきの、聞いてほしくて、さっき、はいはいはい、しょぼすけさんがシェリフで自爆した時ってライトオフが起きていたんですね、はい。なので、はいはい、僕は、アメネコさんが絶対とは言えなかったんです。あの場にいたの僕とアメネコさんなんで、今この中で、はいはいはい、だったけど、今この時点で僕の目の前ではっちゃんをしゅうねさんが切ってくれたことによって、うんうん、俺視点はもうしゅうねさんが確定しました。ただ、アメネコさん視点、はい、俺も全然怪しく見えてしまっているんですけど、そもそも宿舎前通路だったんですよね、アルトさん。ボタンミスったとしょぼすけさんだから、はい、そう、私そっちに行ってないので絶対切る関われないです。それを言える人がいなくて、はい、かつライトオフだったので、あの、はいはいはい、できる可能性は全然あって、そこはあんまり追えないと思ってます、はい、なるほどなるほど。結構違うところにバリバリいたんで、シューネさんどこいらっしゃいました、最後ルート教えてください。はルートですか。エンジンに湧いて、はい、メインを通って、はい、シャワーを通ったんですが、はい、もう一回メインに戻っているところです。シューネさんに入れます。僕そこにいる。ええいや、でもライトオフ、おおえあっくん僕そうそっち。いやでも私アルトさん切るって勘違いしてるな。勘違いしてる。いや、あ本当？えアルトさん切るできないは俺がさっき言った通り、うん、ライトオフだったので絶対に、うんうん、できないとは言えなくて、 かつ目撃情報ないので。はいはいはい、それは確かにそうなんですけど、宿舎前通路にいっぱい人いたんですよね。私じゃあどこから行ってどう近づいて切ったってことになりますか。うん、あその時か、うん。そういうことですよね。あその時の話か。うん、やべえ、タスク受け取るのか、やばい。アルトキルがそれやばい。シウネさんがいなかったっていう証言をされてる。そう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 。はいはい、そうです。あそういうことか。はい。で実際に私はそっちに行ってないし、キルはできません。多分、まあ確かにライトオフのことを言われちゃうとそうなんですけど。今の話かと思っちゃった、ごめんなさい。はい、いや全然全然。え、シウネさんタスク終わってるんですよね。終わってます。いや、俺終わるぞ。俺多分終わる。30秒でギリ終わる。しょぼさんいける？いやでもあと1キルで終わっちゃうんですよ。影くんとアメネコさんが逃げ回るしかないね。アルトさん。よし。おお。逃げよう。俺じゃねえか。俺じゃ。頑張れ俺。あれどこだ上か。うわーしょぼさんあと2個ピリピリ。おあと1個あと1個やったー、ぶねーナイスー、あぶねー、熱い展開やった。クロメちゃん
さんなんだ。ナイス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 。いい判断だったかもしれない。ナイス。あぶねー。よし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 。いや僕マジで投票するのは影丸くんに入れてたんで危なかったですね。あ入れて欲しかった。あぶねー。よかった。あぶねー。でも切るよりも結構時間経ってたから。いやー。霊界タスク終わるかなっていう方に。最後のターンいくつタスクありました？3つだね。